テーマカラー紫色、土田拓海です。今回は名古屋駅前で感動ご飯の相手探し。ちょっとお時間よろしいでしょうか。いいですか。お、感動したご飯は何でしょうか。博多のしんしんってお店だったと思うんですけれど、初めて博多のラーメンを食べて、細麺がすごい特徴で、結構さっぱりめで美味しくて、こうスルッと食べられました。名古屋から福岡へ大移動。スケジュールの都合で土田から結城にバトンタッチし、行列のできる博多ラーメン店へ。お世話お待たせしました、はい、ラーメンバリカタです。はい、ありがとうございます。めっちゃいい匂い。ちょっとまずスープからいきましょうか。あ、おいしい。旨味が凝縮されてるような、癖とかそういうものは結構少なめで、結構あっさりしてますね。麺もいただきますかね。うん、おいしい。歯ごたえはありつつも、噛んでるともちもちする感じで、また細麺だからこう豚骨スープがすごい絡んで美味しいですね。臭みを取るための野菜だとか、油を増すための鶏ガラだとか、もう全てを凝縮して一杯を作ってます。あ、麺はですね、博多の中でも一番細いとは思うんですけど、麺屋さんと共同開発させてもらって、はい、伸びにくい、食べやすいで、はい、つるっとした食感で食べれるように作っています。感動の豚骨ラーメン、ごちそうさまでした。